一番古く、コアとなるカステルベッキオのファサードブオンコンシリオ城は、イタリア共和国北部トレンティのアルトアディチェ州の州都、トレントに所在する城。表記の揺れ、ブオンコンシリオ城、ボンコンシリオ城。複数の建物の集合体であり、一番古く、コアとなる部分をカステルベッキオと呼ぶ。この場所には、もともとローマ帝国が建てたカストラがあり、城の一部ともなっている。 13世紀に、死壁の傍らのマルコンジーという丘に建てられた、カステットマルコンジーという要塞が始まりであった。14世紀以降、マルコンジーという地名がイタリア語の発音で、悪い提案に聞き取れるため、良い提案を意味する部音を漢字リオに改名された。14世紀以降、トレントが司教領となり、司教領主の館となった後、大規模な増築が行われた。 1796年にナポレオン軍の侵略があった後、トレントはハプスブルク家の所有となった。1803年まで主教座であった城はオーストリア兵の兵舎となり、その後は刑務所となった。第一次世界大戦になると、ハプスブルク帝国南部防衛の重要防衛拠点トレント要塞の一部となった。その一方、トレントはもともとイタリア人が多く住み、 地元のイタリア民族統一主義者、ダミアーノ・キエサとチェーザレ・バッティスティは、イタリア軍に参加した。その後、二人は、オーストリア人に捕まり反逆罪とされ、ブオンコンシーリョ城の田園地帯で処刑された。その二人の処刑は、現地イタリア人たちの民族意識を刺激することとなり、第一次世界大戦後にトレントは、イタリア側の領土となった。そして、シロは、 トレント自治権の財産となった。第一次世界大戦前と最中の6ヶ月以上に参戦したイタリア人はビットリオ・ベネト勲章が贈られ、その証書にはブオンコンシーリョ城が名誉の城として記載されている。第一次世界大戦後、城は博物館となった。1992年以降はプロビンシャルギャラリー・オブ・アートの管理で考古学、古代、中世、 現代の収集物、現代美術などが展示されている。構造は、いろんな時代の建物が明確に分かれた形で一つの城となっている。伝説によると、トレント大聖堂と地下の秘密トンネルでつながっているとされている2015年、音楽家セバスチアーノ・セラフィニーのシングル、アカネのミュージックビデオで初めて城内の撮影が許可された。ありがとうございます。